にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ね、何話そうかななんて思ったんですがね、皆さんはね、待ち受け画像、まあスマホの待ち受け画像ってね、どんなのにしてるですかね。まあ自分のペットだったり、まあなんかね、自分が楽しかったところに行った画像とか、そんなのにしてると思うんですけど、金運アップにね、つながる、そんなね、画像にしとくと、金運アップにね、一役買ってくれるみたいな、そんなね、コラムを読みまして、それでそれはね、そのコラムにはね、なんか10個のね、待ち受け、金運に関するね、この待ち受けにするといいですよっていうことでね、10項目挙げてくれてあったので、それをね、紹介しようかななんて自分も思いました。自分はね、なんか天国言葉がね、書いてある、誰かがね、ご自由にお使いくださいみたいな感じでね、あった、それをね、待ち受けにしてるんですがね、またね、ちょっとね、いろいろ考えて書いていこうかなとは思ってるんですが、まだ一つずつね、ちょっと紹介していきます。別にね、自分がね、出した画像がいいっていうわけじゃなくて、そのね、項目のもので、ちょっとグーグルとかでね、調べてもらえる場合たくさん出てくるんで、その中で自分がね、気に入ったのにするといいかななんて思います。まずね、一つ目がね、太陽の画像がいいそうです。太陽にはね、チャンスに恵まれる、活気がみなぎるといった効果があり、金運アップに効果があるそうです。はい、二つ目は土星だそうです。土星の画像、土星は特に金運においてのパワーがあり、人付き合いや仕事などといった金運に直接的に関係するものの運気を底上げしてくれるため、金運効果は絶大ですということです。はい、3つ目、弁財天の画像です。弁財天は金運アップのご利益が高い仏様で、経典では弁財天と書き、財は、弁財天の財っていうのは財産の財に通ずるので、日本では財宝を司る金運招福の神様、仏様として弁財天と表記されることが多くなっておりますということでね、弁財天の財の字をね、歳、何歳とかの歳、簡単な方の歳って書くところ、今ね、財宝とか、財務とかのね、財っていう風にね、書くことが多くなってるそうです。はい、4つ目がね、宇賀神の画像。この宇賀神ってあんまりよくね、知らないんですけど、なんか蛇の上にね、なんかこう神様のおじいさんみたいなのがね、乗っかってる、そんな写真が出てくるんですが、宇賀神は白蛇の象徴で、財福の神様とも言われています。宇賀神には貧天余福のご利益があります。ちょっと読み方違ってたら申し訳ないです。貧天余福とは、宇賀神にお参りすれば、どんな貧しい人でも長者のようにお金持ちになれるというご利益です。はい、じゃあその後ですね、大黒様の画像です。大黒様、言わずと知れた北条の神の大黒様は財運の神ですっていうことです。はい、6個目、招き猫の画像です。金運将来で知られる招き猫です。仕事、出世、商売繁盛などのエネルギーを持ち、金運を向上されてるくれると言われているそうです。はい、その7、竜の画像です。竜は開運のシンボル、邪気を払い、運を高め、繁栄がもたらされるという。5本爪の竜は皇帝の竜と言われ、昔の中国では貴族や一部の王族のみが身につけることを許されていたそうです。はい、その8、白蛇の画像。蛇は穀物を食べてしまうネズミを退治してくれるので、財運と金運の神様である弁財天の紳士や眷属とされていました。特に
白蛇は金運アップのご霊気が高いと言われています。白蛇を見ると、まあ、白蛇を見ると商売繁盛、家庭繁栄、無病息災、学業成就、家内安全などのご霊気があるそうです。はい、その9、山の画像。山には大地のパワーがあり、運気を安定にもたらします。高い山ほど先見性をもたらし、仕事運をアップします。その10、富士町の画像。富士町は死んでもよみがえることで永遠の時を生きると言われる伝説上の鳥で、寿命を迎えると自ら薪から燃え上がる炎に飛び込んで死ぬが再びよみがえられるとよみがえるとされており、黄金の富士町はあなたに金運とあらゆる幸運を運んでくれると言われています。はい、以上ね、10個の金運アップの待ち受けを紹介したんですが、ね、どの、まあ、画像も金運アップに、まあ、効果的とされている、そんなね画像ですので、ぜひね自分でね、まあ、検索して自分がねもうインスピレーションみたいな感じで、すごくね、あ、これいいなとか、そういうふうにね思ったのをね、自分で探すっていうのもね、すごくね大事かななんて、そんな風にもね思っておりますんで、まあたくさんね金運アップ画像って調べればね、たくさん出てきますんで、その中でね自分がこれだっていう風にね、なんかねこうインスピレーションっていうか、こうなんか目にいったのがね一番いいのかななんて、そんな風にね自分は思うんで、自分もねちょっといろいろね調べてみてっていうか、見てみてなんかねビビってきたのにね書いてみようかななんて、そんな風にもね最近思ってるんで、ちょっとねそんなねコラムっていうかブログですかね、ブログを見つけたんで、ちょっとね自分も紹介してみました。はい、じゃあでは今日は最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。